まあ本当今回自分はあのアコンカグア、アコンカグアいけないと、エベレストいけないですからね、うん、酸素ですよね、酸素つかないといかないといけないんで、そこいければですよね。そしたらもうエベレストも酸素使って、だから自分にとってアコンカグア今回めっちゃ重要なんですよね。もう、うさぎでも何でも行かないとと思って、もう誰が何と言おうが、24時間歩いていようが、このペースで、一人シェルパーでも雇って、多分みんな行っちゃうと思うんです、先に。いずれ着きますよね。